空飛ぶモンティ・パイソンシリーズでは、モンティ・パイソンのみは、1969年から1974年まで、イギリスのテレビ局 BBC が制作、放送したコメディ番組である。イギリスのコメディグループモンティ・パイソンがグループとして、制作した初の作品である。同時代の事件や哲学に敏感に反応するとともに、同性愛や,や民族、宗教上の差異を扱った、 際どいネタも多く、そのナンセンスさと毒の強さは英語コメディにとどまらず、多くの欧米文化に影響を与えた。特に本国イギリスでは、コメディ番組の時代ごとの傾向を、パイソン放送以前、パイソン放送当時、パイソン放送以後とカテゴライズするところからもいかに、この番組が英国コメディ番組史に多大な影響と衝撃を与えたかが読み取れる。また、BBC が、 公共放送であるにもかかわらず、王室の関係者や政治家の映像、マーガレット王女の縫いぐるみなどをあまり敬意を払わないような使い方でコントに用いることもあった。番組のオープニングテーマはアメリカの作曲家、ジョン・フィリップ・スーザの自由の鐘をアレンジしたものである。また、オープニングアニメの最後に空から落ちてくる巨大な足のビジュアルイメージは強烈で、 パイソンズのトレードマークとしてしばしば使用される。モンティ・パイソンの6人が出演しているが、第4シリーズではジョン・クリーズが参加しなかった。その理由として夫婦で関わっていたホルティ・タワーズが影響していたと考えられる。彼は第2シリーズの後半あたりですでに番組に飽きており、第3シリーズでの出演も半ば切りのようなものだった。第3シリーズの彼は、 チーズショップの他は数えるほどしかスケッチを執筆していないが、第4シリーズの時はいくつかのスケッチを提供している。手薄になった出演者陣を埋めるためか、アニメーション担当のテリー・イリアム自身の出演が増えた。また、西ドイツ向けに特番、空飛ぶモンティパイソンドイツ版も制作されている。日本では1976年から1977年にテレビ放映されている。 当初番組のタイトルはなかなか決まらなかった。タイトル案は、カナダはどっちだや、フクロウの柔軟体操の時間などシリーズのサブタイトルにされたものや、コーンフレークという名のショーはなし、ザ・プラスチック、マックショーなどといったわけのわからないものばかりだった。しかし当時、空飛ぶモンティ・パイソンをプロデュースした BBC のプロデューサー、バリー・トゥックが、 この企画を突き通そうとしたため社内での悪評が立ち、周りが番組企画をトゥック男爵のフライングサーカスと呼び始めるようになった。そのために BBC は番組名をフライングサーカスにするよパイソンズに命令。パイソンズはフライングサーカスの上の部分を考え、みんなで案を出し合っているうちに、モンティ・パイソンズというアイデアが出、それに決定したがたまに登場する。 彼らの番組はその内容の過激さから BBC の一番の検閲対象となった。はじめは彼らが無名だったため BBC もあまり気にはしていなかったのだが内容の危なさが分かった頃しつこく検閲をするようになっていた。第2シリーズ第6話ではアニメ中の王子はガンで死んでしまいましたというセリフが裁縫送時にガンをエッソに差し替えられた。 最も有名な検閲は、第3シリーズ第5話の最初のスケッチ、オールイングランド・プルースト要約選手権において、趣味は、動物の首を締めることと、ゴルフと、そして、マスターベーション。というセリフがあり、ナレーターがあまりいい趣味ではありませんね。この辺ではあまりゴルフは、人気がありません。と続けるシーン。BBC は、この、マスターベーションの部分の音声を消してしまった。 また、第3シリーズ第10話では3本のスケッチを丸々カット、他のエピソード用だったスケッチで穴埋めされた。第3シリーズ第12話では最初のスケッチ、保守党になり変わっての政権放送を再放送時に丸々カットした。彼らが自ら規制した、ケウな例もある。ジョン・クリーズは、再放送時、キリストが、電信柱の十字部分に縛り付けられているという。 ギリアムのアニメをカットした。また、クリーズは、第3シリーズ第10話の検閲に賛成するなど、保守的な BBC 寄りであった。空飛ぶモンティ・パイソンはいくつかの短いスケッチで構成されることが多い。特徴として、それまでのコメディ番組にあった、司会進行役を廃止、それらの短いスケッチを巧みにつなぎ合わせ、番組の流れを止めることなく、 テンポよく展開していくところにある。しかもリンクするという前提で作られていることもあり、一つ一つのスケッチは意図的にパンチラインを廃した形のものがほとんどである。スケッチの台本制作は大まかには二つのライティングチームであるクリーズ・チャップマン組、ペイリン・ジョーンズ組、そしてアイドル単独に分けられ、これにスケッチは書かない。 ギリアムのアニメが加わりそれらを組み合わせることで一話の構成を成している。台本の読み合わせ会議では、お互いが台本を読むタイミングや内容などを考慮し合う一種の駆け引きが行われ、お互いが自分のスケッチをよく見せようと攻防を繰り広げていたという。彼らは一見まとまりのないバラバラのスケッチにアイデアを付け足して統一感を持たせ、それを ギリアムのアニメで繋いで番組を作り上げていた。ケンブリッジ大卒でもあるクリーズチャップ番組はきっちりとした構成の中にバカバカしさを潜ませるものを得意とし、舞台設定としては机やカウンターを挟んで二人の男が会話するといったものが多い。彼ら自身が軍人や医師といった権威の側に立っている役として登場するものはほぼ彼らの作と見ていい。 彼らの作品は対立構造をはっきりと描いており、登場人物が互いにセリフの応酬をぶつけ合う言葉重視でロジカルなのが特徴である。それと対照的なのがオックスフォード大卒のペイリン・ジョーンズ組の作りで、はっきりとバカバカしさを土台としたビジュアル重視の作りになっているものが多い。街の風景がパンする映画的な出だしのものや一般的な家庭が舞台で、 彼らがペッパーポットを演じていたりする場合は彼らの作の場合が多い。オックスフォードとケンブリッジ、歴史的にも古いこの二つの大学の対比を OB でもある彼ら自身が醸しているとも言えよう。ちなみにこの両校にはそれぞれオックスフォードレビューとケンブリッジフットライツという歴史のあるコメディサークルが存在し、彼らをはじめとするイギリスを代表するコメディアンのほとんどが 学生時代に、ここで腕を競い合い、後に、コメディ業界へと身を投じている。この二組と一線を画しているのが、アイドルの単独作で、自らも作曲をこなすアイドルらしく、意味なく、ミュージカル仕立てなものは、彼の作と考えられる。しかし彼のマコッチは、言葉遊びの込められたスケッチで、演者が早口でまくし立てるものや映像にしにくいものを、 セリフとして表現することで笑いにするものは彼の作と考えられる。特に映像にしにくいタイプのものはまくしたてるセリフを見る側の想像力を喚起させることでその表現の違和感を笑いにするといった日本の落語でいうところの遠山のような不条理さを感じさせながら笑わせる秀逸なものが多い。シチュエーションとしてはニュースキャスターや本の読み手といったカメラに向かって 語りかけるようなモノローグが多く、内容としては喋っているうちに、辻褄が合わなくなるものや、単純にダブルミーニングやアナグラム等を使った、ワンライナージョーク的なシンプルで短いものが多い。唯一のアメリカ人でもあるギリアムの切り絵のストップモーションアニメに関しては、古い絵画や19世紀末頃の撮影と思われる、様々な普通の人物の写っている写真、または、 自らの描いた絵を利用して、おかしな動きをさせたり、変なキャラクターと組み合わせたりしているものがほとんど。ペリン・ジョーンズ組のスケッチすら、日常の風景に即していながらバカバカしい要素を混ぜ込んでいるスタイルをとっているが、ギリアムのアニメは、その日常そのものがなく、最初からバカバカしい不条理さ、異常な光景がさも当たり前のように存在している。また、 彼のアニメは主にスケッチとスケッチの間のリンクを担当しており、スケッチを流れよくまとめる上で重要な役割を果たしている。ギリアムは美術館の絵画や彫刻、BBC にある資料を使い、それに効果音やメンバーの声を入れてアニメを制作していた。予算がないためアシスタントは雇えず、ギリアムは1話分のアニメをたった2週間で一人で作り上げていた。徹也も しばしばだったという。東京12チャンネルのほか関西地域などの放送局でも同時期に放送されていた。以下は東京12チャンネルでの放送時期。モンティパイソン再臨。おふざけ老人たちの真面目な教訓って発売から9年後に、グレアムチャップマンの吹き替えを担当した山田康夫が死去したため、山田がチャップマンを演じた最後の作品となった。そのため、 サイクル野郎危機器一発などの長尺のスケッチは放送が見送られており吹き替え版が存在しない。ありがとうございます。